はい、そうですね、今日はいつもと全然違うお店での領域展開中をしたいと思います。もうすぐ終わりですので、なんとしてもこの釘崎ちゃんのカードを当てたいので、ちょっと希望なんで頑張ります。これ店によってメニュー違うんですね。というか種類がこれしかないよ。牛丼セットしかありませんもん。というか終盤だからかな。なんでだわかんない。とにかくね、食べます。さあ、やってきました。ジジュ飯セットですね。さあ、カードは誰なのか。釘崎のバラお願いします。ぜひ。さあ、カード誰でしょうか。まだは、でも虎取りだ。虎取りが吉野家の牛丼食って、虎取り有事ですね。残念ながら釘崎ちゃんではありませんが、もうあと4日しかないからね。ちょっとまた行きたいですね。終盤頑張ります。ではまずは野菜から。そして牛丼。やっぱ牛丼の味は吉野家うまいという授業でも言ったんですけど、アメリカ産牛肉の方が味はいいんですよ。